今回は、写真のリースの販売会社とね契約する、そのことについてお話しします。自分がね、デザイン事務所とか印刷会社とかね写真を持ち込んで、売り込むのはまあいいんですけど、ライブラリーねリース写真としてね、そういう販売会社と契約するときにね気をつけなければならないのは、何があっても責任はカメラマンの方に来るということです。昔はね、僕がやってきた頃はね、僕の営業マンとかねそこの会社がトラブルが起きてもいろいろうまく対処してくれました。まあ事例を挙げるとね、僕は一度タイトルを間違ったことがあるんですね。写真の名前にね地名を間違ったよね。でそれに対して確か郵便局やったよね。郵便局のなんか作ってくれた雑誌の中でそれが間違ってるということでね、全部回収してね、吸い直せというような、そういうようなクレームが来たんですね。でまあ僕の担当者はまあうまくこなしながら、でもなかなか折り合いがつかなかったよね。なかなか向こうは言うこと聞かない。だからもうしょうがないので、もう弁護士つけますということでね、弁護士をつけますということを、向こうの方の担当に言うと、もうそれで一切口を出さなくなったんですね。なぜかというとね、郵便局のその担当者はもし弁護士を入れて話し合いとかなんかなると、結果的には自分にも降りかかってくるんですよ。なぜかというと、郵便局の中ではなぜそんなトラブルを起こすような会社と契約したのとかね、そういう写真を使ったのかと、その担当者が逆に怒られるんだよね。だから、その担当者は要は何かで立てたくないよね、郵便局の中では。だからもう弁護士を立てるという段階でもうすぐに黙ってしまいました。ただ謝りに来いとね、言ったんですよ。たまたまそれが熊本やったかな、僕は近いから、謝りに行くぐらいでいいですよと言ってね、連絡を取ったんだけど、たまたまその担当者がいなくて、別の人が電話で出てから、いや、こうで、ね、タイトル間違って申し訳ないので、ちょっと、お伺いだとにと言えばね、その方はね、そんなんいいですよ、全然、大丈夫ですよと言ってね、全然気にもしてないよね。その担当者だけがごねてたよね。だから、謝りに行くこともなくね、その件は終わったんですよ。何もなくね、損害賠償もないし、すり直しもない。だから、そういうようにね、自分と契約している会社が、いい信頼関係があれば、そういうように何かあった時に、物事、トラブルがね、うまく片付くんですよ。これがね、今はね、こんな風じゃないと思います。僕はね、2社ライブラリーと契約してたんですね。で、もう1社が別の会社に変わったんですね。まあ結果的には2社とも別の会社に変わったんですよ。もう古い会社は辞めて、別の、多分その事業を買い取ったか売ったかになったんだと思いますね。全く違う組織が入ってきたね。で、もう1つのライブラリーは契約書をね、新たに送ってきたんでね、新たな契約書。で、その契約書を見たときにね、あまりにもひどいのでね、僕はもう文句言ってね、こんな契約書を書かされるようじゃね、カメラマンはかわいそうだと言ってから、文章を書き直して、契約書も自分でこっちに書き直して、これならサインすると言って送り返したんですよ。まあ、それ以来一切ね、送ってこんけどね、それはね、まあ、ひどいもんでしたね。いや、今のカメラは、こんな風な扱いをされてるんだなと思ってね、多分外資系の会社かな、もしかするとね、日本人じゃあんな風なドライな考え方ができないなと思いましたね。それか、アメリカとかね、そういうところで、やってきた仕事のね、トップなんでしょうね。もう僕はね、ちょっとそれに愛想を尽かしてね、もう、この仕事はもう足を洗おうと思ったんですね。
そういう、なんていうかね、ただ売れればいい、ね、儲かればいいという仕事じゃなくてね、やっぱ仕事をしているよね、信頼関係っていうかね、そういう形でやっぱやっていきたいのね。それでもう、ライブラリーの仕事、写真を全部引き上げてね、やめたんですけどね、僕はね。まあ、名義はちょっと変わってるのかな。まあいいや。ライブラリーと契約する方はね、そのことをよく考えて、問題の起きない写真を送ってください。そのライブラリーの会社にね。まあ昔からライブラリーの仕事をしている方はね、どういう写真が問題なのかというのはね、かなり理解していると思いますけど、今一般の方はね、そのライブラリーに契約しているのが多いんですね。まあ、アドビでさえね、写真、あなたの写真を売りませんかとかね、広告が来るくらいからね、まあ、腕に自信がある人はね、写真を撮ってライブラリーに預けるという可能性は十分にあります。かなりの人数がいるんじゃないかな、今。まあ、その契約はちゃんと多分読んでるか、読んでも本当のことを理解してないんじゃないかと思うんですけど、まあともかく何があってもカメラマンの責任になります。相手方は何もしないと思います。もう全部私の方が知りません。カメラマンの方に責任があるので、カメラマンと交渉してくださいというふうにカメラマンの方に行きます。そうするとね、先ほどの郵便局のいろんなトラブルが起きたことを全部自分が解決しないと、自分が弁護士をやってないと、まあそれを覚悟でね、やった方がいいと思います。まあ僕からすればね、販売する側は 4割近く取るんですよ。4割写真をね、売って4割を取った会社が何かあったら知りませんって済むと思います？まあね、本当にこれは、ほんと外資系はね、こんな考えができるというのはね、そんな考えを契約書に書くというのもね、すごいなと思う。そんな契約書が成り立つのかなというね、本当に。いや、本当ですよ。売上のね、5% か 10% ならまだ話分かりますよ。半分近くの売上を取ってね、何かあった時に対処しないというね、そういう契約書を書かされる、またカメラマンも感想やだと思いますね。まあ僕はね、もうあっさり辞めたからいいけど、まあカメラマンとライブラリーの契約書というのは、おそらく今でもそういう関係だと思います。まあ僕は今ね、どういう状況になってるかわからないからね、現役を退いてもう15年、ね、20年近くなってるから、わからないけど、良くなってるとは思いませんね。昔よりね、昔のような、お互い協力して片付けるというようなことにはなってないと思います。まあ中にはね、日本の企業の中ではそういうことをする会社もあるかもしれません。まあそういう部分はね、調べられないからね、自分がなってみないとね、わからないから。だから、どういうライブラリと契約した方がいいのかというのはね、ほんとちょっと難しいところあるんですね。僕が進めるのはね、やっぱり大きな会社がいいと思いますね。大きな会社は販売能力があるからね。だから大きな会社であればあるほど多分ドライだと思います。もう細々したことはね、できないからね。だから、自分のことは自分で解決しないといけない。それぐらいの腹積もりで、やってみてください。まあトラブルが起きないような写真というのはね、まあ僕の動画の中で、まあ昔の写真も動画の中で何点かあるのでね、著作権、肖像権、商標権、ね、同一保持権、いろんな権利を主張することができますね、相手は。そのどれを主張されても、もうクリアできるような写真を撮るというのがね、まず第一前提です。リース写真はね。まあ今回はね、クソにならないような情報だと思います。クソになる動画というのはね、こういう否定的なというか、ネガティブな思考じゃなくてね、これは儲かりますよ、やりますよ、これはね、これは儲かりますよっていうかね、こうすればいい写真が撮って売れますよとかね、多分そういうもんだと思います。ね、そういう動画には気をつけてください。これは写真に限らず何でもそうだと思いますよ。今これがすればいいとかね、
こんな考え方だと事業は成功するとかね、人間関係うまくいくとか、気をつけてくださいね、皆さん。はい。それでは今日はこれで終わります。